今回は渓谷で起きた衝撃的な出来事についてお話しします。2023年4月5日、渓谷の首都圏で驚くべき事故が発生しました。ソンナム市にある橋が突如として崩落したのです。この事故では通行人2名が犠牲となりました。皆さんは想像できますか？普段何気なく渡っている橋がある日突然崩れ落ちる光景を。しかしこの事故には驚くべき後日談がありました。なんと渓谷の一部の議員たちがこの事故の責任を日本に押し付けようとしたのです。日本が無償で橋を修理すべきだ。果たして彼らの主張に根拠はあるのでしょうか？そして日本政府はこの要求にどう対応したのか。今回はこの衝撃的な出来事の真相に迫ります。渓谷のインフラ問題、そして日本との歴史的な関係、さらには現代の外交問題まで複雑に絡み合ったこの問題の核心に一緒に迫っていきましょう。渓谷のインフラ老朽化問題、日本統治時代の遺産と現代の責任論争。まず渓谷のインフラ老朽化問題について少し掘り下げてみていきましょう。実は渓谷では近年インフラの老朽化が深刻な社会問題となっています。道路の陥没、橋の崩落、建物の倒壊などが日々あちこちで起こっているのです。国土交通部の発表によると、渓谷の社会基盤施設の約 32% が建設から30年以上経過しているそうです。そのうち橋梁に至っては約 40% が30年以上経過しており、まさに崩壊するのは時間の問題といった状況。なぜこれほどまでにインフラの老朽化が進んでしまったのでしょうか？その原因の一つは渓谷の急速な経済発展にあります。1960年代から80年代にかけて渓谷は驚異的な経済成長を遂げました。その過程で短期間に大量のインフラ整備が行われたのです。質より量、当時はそんな考えで工事が進められたんですね。さらに維持管理にかける予算が十分でないことも大きな要因です。渓谷の GDP に占めるインフラ投資の割合は OECD 諸国の中でも低い水準にとどまっています。そしてここで登場するのが日本統治時代に建設されたインフラという厄介な問題です。渓谷では日本統治時代に建設されたインフラがまだ多く残っています。これらのインフラは建設から70年以上が経過しており、当然ながら老朽化が進んでいるので、その維持管理や更新には莫大な費用がかかります。ここで一部の政治家や市民から出てくるのが日本の責任論。彼らの主張はこうです。日本が統治していた時代に建設したインフラなのだから、その修繕や更新も日本がすべきだ。一見筋が通っているように聞こえるかもしれません。しかしこの主張には大きな問題があるのです。さて今回の橋崩落事故を受けて渓谷の国会議員が驚くべき発言をしました。その議員の名前はキム・ヨンチョル氏。キム議員は記者会見でこう主張しました。今回の橋崩落事故は日本統治時代の負の遺産です。日本が建設した粗悪なインフラが今になって我々の命を脅かしています。さらに彼はこう続けました。日本は自らの過ちを認め、無償でこれらのインフラを修理すべきです。これは単なる要求ではなく歴史的責任なのです。この発言は渓谷国内で大きな反響を呼びました。 SNS 上では、そうだ、日本に責任を取らせろといった声が多数上がり、あっという間に拡散されました。しかしここで疑問が湧きます。なぜ今になってこのような主張が出てくるのでしょうか？実はこの背景には渓谷の深刻な財政問題があるのです。渓谷インフラ危機、日本統治時代の遺産をめぐる財政難と責任論争。渓谷政府の発表によると、今後20年間でインフラの維持更新に必要な費用は実に約1000兆ウォンにも上るそうです。これは渓谷の2024年度の国家予算である656兆6000億ウォン、日本円にして約72兆円を超える莫大な額。こうした状況下で一部の政治家たちは、日本に負担させれば問題解決という安易な考えに走ったのではないでしょうか。キム議員はさらにこんな主張もしています。日本が建設したインフラは当時の技術で作られたものです。現代の安全基準を満たしていないのは明らかです。
だからこそ、日本は最新の技術で全面的に作り直す責任があります。この主張には、多くの専門家が首をかしげました。なぜなら、インフラの寿命は一般的に50年程度。それを70年以上も使い続けてきた渓谷側の責任はどうなるのかという疑問が浮かぶからです。また、キム議員は日本に対して無償での修理を要求していますが、これにも問題があります。ここで重要になってくるのが、1965年に締結された日韓請求権協定です。この協定について詳しく見ていきましょう。日韓請求権協定は、正式名称を財産及び請求権に関する問題の解決、並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定といいます。1965年6月22日に東京で署名され、同年12月18日に発効しました。この協定の第2条にはこう記されています。両締約国は、両締約国及びその国民、法人を含むの財産、権利、及び利益、並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条 A に規定されたものを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。つまりこの協定によって日本統治時代に関するあらゆる請求権問題は解決済みなのです。さらに日本政府は当時経済協力として渓谷に対し無償3億ドル、政府借款2億ドル、民間借款3億ドル以上の資金を提供しました。これは当時の為替レートで計算すると約1800億円に相当しており、当時の渓谷の国家予算を上回る莫大な額でした。日本政府の主張はこうです。この協定と経済協力により日本統治時代に関する保障はすでに完了している。したがって今回の要求に応じる法的義務はない。日本政府はさらに次のような反論を展開しています。一般的に大型インフラの耐用年数は50年程度とされており、日本統治時代に建設されたインフラはすでにその耐用年数をはるかに超えている。70年以上も経過した今になって建設時の責任を問うのは筋違いではないか。またインフラの維持管理はそれを使用している国の責任であり、渓谷が長年これらのインフラを使用し恩恵を受けてきた事実を踏まえると、適切な維持管理がなされなかった場合は渓谷側の責任ではないか。さらに70年前と現在では技術に大きな差があり、現在の基準で古いインフラを評価するのは適切ではないと考え、技術の進歩に合わせたアップデートは渓谷の責任だ。加えて日本が渓谷の要求に応じることは1965年の協定を自ら否定することになり、国際法上問題がある。最後にこの要求に応じれば他のさまざまな要求の呼び水となる可能性があり、日韓関係のみならず国際関係全体に悪影響を及ぼしかねない。外務省高官はこう締めくくりました。我々は渓谷の方々の安全に深い関心を寄せています。しかしこの問題は渓谷政府が自国の責任において対処すべき課題です。日本は技術協力など可能な範囲での支援を検討する用意はありますが、無償での修理や賠償といった要求には応じられません。このように日本政府は法的根拠と論理的な説明に基づいてキム議員らの要求を明確に退けました。渓谷橋崩落事故の真相、日本非関与の現代インフラ管理の欠陥露呈。さてここまで渓谷側の主張と日本側の反論を見てきましたが、肝心の事故の真相はどうだったのでしょうか。渓谷の警察と国立科学捜査研究院による徹底的な調査の結果、事故の主な原因が明らかになりました。その原因とは塩化物による鉄筋の腐食でした。調査結果によると橋の内部の鉄筋が著しく腐食していたそうです。その腐食の主な原因はコンクリート内部に侵入した塩化物。これによって鉄筋の強度が大幅に低下していたのです。ではなぜ塩化物がコンクリート内部に侵入したのか。ここで問題になるのが橋のメンテナンス不足です。調査チームの報告書にはこう記されています。橋の表面に多数のひび割れが確認された。これらのひび割れを通じて長年にわたり塩化物を含む水分が内部に浸透したと考えられる。
つまり適切な時期に補修工事が行われていれば、この事故は防げた可能性が高いのです。さらに驚くべきことに、この橋は建設後わずか30年しか経っていませんでした。一般的に適切に管理された橋の寿命は50年以上とされています。それにもかかわらず、わずか30年で崩落してしまったのです。実はこの橋、日本統治時代ではなく1993年に渓谷の建設会社によって建設されたもの。つまりそもそもこの事故は日本とは全く関係がなかったのです。ではなぜ適切なメンテナンスが行われなかったのでしょうか。調査チームは以下の問題点を指摘しています。 1. 定期点検の形骸化。法律で義務付けられている定期点検が書類上だけのものになっていた。 2. 予算不足。橋梁の維持管理に十分な予算が割り当てられていなかった。 3. 専門知識の不足。点検を担当する職員に十分な専門知識が備わっていなかった。 4. 責任の所在の不明確さ。橋の管理責任が複数の部署にまたがり、責任の所在が曖昧だった。さらにこの橋だけでなく、渓谷全土の多くの橋が同様の問題を抱えていることも明らかになりました。国土交通部の調査によると、渓谷全土の橋の約 15% が要注意または危険と判定されています。これは全国で約3500もの橋が潜在的な危険性を抱えているということなのです。この事実は渓谷社会に大きな衝撃を与えました。 SNS 上では、橋を渡るのが怖い、政府は何をしているんだといった声が上がりました。結局のところ、この事故は渓谷のインフラ管理システムの脆弱性を浮き彫りにしたと言えるでしょう。日本や日本統治時代の遺産とは無関係に、現代の渓谷が抱える深刻な問題が露呈したのです。渓谷の電力危機、誤った対日避難と隠された政策失敗の実相、橋崩落事故の真相が明らかになる中、渓谷では別の問題も浮上していました。それは深刻な電力不足の問題です。2022年以降、渓谷では大規模な停電が頻発するようになりました。特に夏場の電力需要のピーク時には、首都圏を中心に広範囲で停電が起こり、市民生活に大きな影響を与えています。この問題について、キム議員は再び日本の責任を追及し始めました。日本統治時代に建設された古い発電所が現代の電力需要に対応できていないことが問題だ。日本は責任を持ってこれらの発電所を最新のものに建て替えるべきだ。しかしこの主張にも大きな問題があります。実際の原因は渓谷政府の最近の政策に起因するもので、日本統治時代の遺産とは無関係なのです。渓谷の電力不足の実際の原因について、専門家たちは複数の要因を指摘しています。ムンジェイン前政権下での原子力発電の段階的廃止と再生可能エネルギーへの急激なシフトが供給の不安定さを招いた。また送電網の更新など電力インフラの整備が需要の増加に追いついていない。さらに IT 産業の発展に伴うデータセンターなどの増加で電力需要が急増している。政府の電力料金抑制政策による電力会社の収益悪化も必要な設備投資を滞らせる一因となっている。加えて気候変動の影響で冷暖房需要が予想を上回り、電力需要のピークを押し上げている。このように渓谷の電力不足問題は渓谷の現代の政策や社会構造に起因するものであり、日本統治時代の遺産とは全く関係がありません。それどころか渓谷の電力インフラの多くは日本統治時代以降に建設されたものです。例えば渓谷最大の発電所である渓谷水力原子力の古里原子力発電所は1978年に運転を開始しています。にもかかわらず、キム議員のような一部の政治家たちはなぜこのような主張を続けるのでしょうか。専門家たちは様々な理由を挙げています。まず現政権の政策ミスを認めたくない政治家たちが外部に責任を転嫁しようとしているという政治的な責任回避。次に抗日感情を煽ることで国民の注目を内政問題からそらそうとするナショナリズムの利用。さらに莫大な費用がかかるインフラ整備の財源を日本に求めようとする財政問題の解決策。このような責任転嫁は問題の本質を見誤らせ、適切な解決策を遅らせる危険性があります。実際、
K 国国内でもこのような主張に対して批判的な声が上がっているのです。日韓インフラ格差の実態、過去の責任論から未来志向の発展へ。さて、ここまで K 国の橋崩落事故と電力不足問題について見てきましたが、ここでインフラ整備における日韓の差について見てみましょう。1. 予算配分。日本は GDP の約 4% をインフラ整備に投資していますが、K 国は約 2% 程度です。この差が長期的に大きな影響を与えているのです。2. 技術力。日本は長年の経験と研究開発により、高度なインフラ整備技術を持っています。例えば、地震大国である日本の耐震技術は世界トップクラス。一方、K 国はまだ追いつこうとしている段階なのです。3. 維持管理の文化。日本では予防保全の考え方が浸透しており、問題が大きくなる前に対処する文化があります。K 国では事後保全が主流で、問題が発生してから対処することが多いようです。4. 専門家の育成。日本では土木技術者の社会的地位が高く、優秀な人材が集まります。K 国でも近年改善されつつありますが、まだ差があるのが現状なのです。5. 長期的視点。日本のインフラ整備は50年、100年先を見据えた計画が多いですが、K 国では政権交代の影響を受けやすく、長期的な視点が欠けがちです。これらの違いを見ると、K 国のインフラ問題は決して日本のせいではなく、K 国自身の課題であることが明らかですね。しかし、ここで重要なのは、これらの問題を K 国の国民性や能力の問題として片付けてしまわないこと。むしろ、これは発展途上の国が直面する典型的な課題と言えるでしょう。日本も高度経済成長期には同様の問題に直面し、試行錯誤を重ねながら現在の水準に到達しました。その意味で、K 国はまさに成長の過程にあると言えるのです。今、K 国に必要なのは、過去の責任追及ではなく、未来を見据えた建設的なアプローチです。さて、皆さん、今回の話を聞いてどう感じましたか？K 国のインフラ問題は、単に過去の遺産だけでなく、現在の政策や社会構造にも深く根ざしています。インフラ整備は、その国の未来を左右する重要な課題。政治的な思惑や感情論ではなく、客観的な事実と専門知識に基づいた議論が必要なのです。そして、自国の問題は自国で解決する。この当たり前のことがいかに大切か、今回の事例が教えてくれました。皆さんも、ぜひ自分の住む地域のインフラについて関心を持ってみてください。それが、より良い社会づくりの第一歩になるはずです。テレビ局などからオファー殺到中のひろゆき氏が、意味不明な発言をする韓国人教授を華麗に論破しました。匿名掲示板の開設やサイトの管理者としての活躍、鋭い指摘で相手を論破していくことで人気を博しているひろゆきこと西村ひろゆき氏、その忖度ない物言いが若者を中心に注目を集めていたのです。今回はひろゆき氏が出演した討論番組の内容とそれに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ひろゆき氏、日韓問題の討論に参戦。1999年5月、インターネット掲示板2チャンネルの開設をしたとして、その名を馳せているひろゆきこと西村ひろゆき氏。匿名で自由な発言ができる場を提供し、掲示板文化の発展に大きく貢献したひろゆき氏は、自身も自由な発言スタイルでたびたび話題になっているのです。ただ自由なだけではなく、データや論理的な根拠をもとに相手の主張に対して的確に反論する点が特徴で、視聴者には鮮烈な印象を与えています。討論番組や YouTube、SNS 上での鋭い論理と冷静な分析で討論王としても有名です。特に若者の間で彼の動画クリップが SNS でバズっており、彼の一貫した論理的思考やユーモアあふれる発言が多くの支持を集めています。社会問題や生活の知恵など様々なテーマについての彼の見解が共感を呼び人気を高めていました。そんな中、2022年7月2日、ひろゆき氏はある公開討論番組にリモートで参加し、いつものように自由な発言で出演者と意見を交わしていました。その回でのテーマは日本と韓国間における賠償金肩代わり問題。この問題は韓国の元徴用工が日本企業に対して賠償を求める裁判から生じているもので、2018年に韓国最高裁は
日本企業に対して賠償を命じたのです。これにより現在の日本製鉄や三菱重工業などが被告とされ、徴用工やその遺族に対する損害賠償請求が認められました。裁判所は戦時中の強制労働は人権侵害に該当し賠償の対象になると判断したのです。この判決は日本と韓国の間で長年にわたって争点となっていた徴用工問題に対する新たな動きとして注目されました。しかし日本政府はこの問題は1965年の日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決されたとの立場を取っており、この命令に反発。韓国の裁判所の判決に基づき、元徴用工やその遺族は日本企業の韓国内資産の差し押さえを求める動きも見られ、日本企業の財産に対する具体的な執行手続きが進められる可能性が出てきました。これにより日韓関係はより一層悪化するのです。この問題を解決するために2023年に韓国政府は韓国国内の財団を通じて元徴用工への賠償金を肩代わりする案を提案しましたが、被害者や一部の市民団体は難色を示しました。これは韓国政府が賠償金を負担することで日本企業に直接支払いを求めないという形になるためです。あくまでも被害者の要望は日本の企業から直接の謝罪と賠償をしてほしいというものだったのです。一方で日本はこの提案を前向きに評価しますが、日韓両国の歴史問題が絡んでいるため依然として慎重な対応が求められています。困ったら反日で解決、狂った思考回路。この問題に限ったことではありませんが、日本と韓国の間にある歴史的問題、社会的問題の解決において必ず話題になることがあります。それは大統領の支持率が低下すると日本批判が強まる傾向にあることです。支持率の低下に直面すると政権は自らの政策失敗や国内の不満から目をそらすため、外部の敵として日本を批判する傾向が強まります。特に歴史的背景や領土問題が絡むため日本は批判の対象となりやすく、これにより韓国国民の愛国心を煽ることができるのです。しかし日本批判は国内の政治対立を和らげる手段として機能する反面、長期的には問題解決を遅らせ国際関係に緊張をもたらす可能性もあります。総じてこの戦術は短期的な効果を狙うものの、長期的には国内外で多くのリスクが伴うため慎重な対応が求められているのです。このような傾向を踏まえて番組内のある出演者が、今後もし韓国が日本に友好的な態度を見せることがあれば、日本がそれに歩み寄ることで長年問題になってきた日韓関係を解消できるきっかけにできるのではないですかと述べました。この主張に関して広之氏は、ユン・ソンニョル政権は日本に対して友好的な態度を見せていますが、いざ日本が協力しようとすると野党が猛反発するので、日韓関係がいい方向に進展することはありません。日本嫌いの野党が政権を握ったところで日韓関係は悪化する一方ですし、そもそも話し合いで関係解消できるようであれば徴用工問題なども起こってないんですよね、と回答していました。日韓関係の改善には韓国国民の反日思想を取り除くことが重要です。両国間の緊張はたびたび過去の歴史に起因しますが、その根本には国民感情が深く関わっています。過去の植民地支配や戦争の記憶が韓国国内での反日感情を強く支え、これが現在の対立の一因となっていることは否定できません。さらに韓国国内では幼少期からの反日的な教育が根付いているため、この影響はとても大きいでしょう。学校教育やメディアを通じて植え付けられた歴史認識は多くの人々にとって個人の価値観や国民としてのアイデンティティと結びついています。そのため反日教育により形成された日本に対する否定的な感情は個人の認識に強く刻まれており、成長してからその考えを変えるのは容易ではありません。反日思想は単なる外交的な問題ではなく国民感情や歴史観の問題であり、それを解消することは非常に難しいのが現状です。このような状況の中で日韓関係を真に改善するためには過去にとらわれず未来志向の協力を進めることが求められています。反日教育の実態、これほどまでに韓国国内で根付いている反日教育とはどのようなものだったのでしょうか。韓国における反日教育のきっかけは1910年から1945年までの日本の植民地支配に遡ります。日本による朝鮮半島の統治は
韓国国民に多大な苦痛と屈辱をもたらしました。戦後1945年の日本の敗戦とともに韓国は独立を果たしましたが、植民地時代の抑圧や不正行為に対する強い恨みが国民の間に根強く残ったのです。1950年代以降、特に軍事政権時代において韓国政府は反日感情を利用し、国民の団結や政権の正当性を強化するために反日教育を政策として推進しました。それが反日教育の始まりとされています。韓国における反日教育は特に初等・中等教育の歴史教科書や授業を通じて進められました。反日教育の核心は日本の朝鮮半島統治を侵略として扱い、その時代を否定的に描写することです。歴史教科書では1910年の日韓併合から1945年の日本の敗戦までの期間を日本による植民地支配の時代として取り扱い、朝鮮半島の人々がどれだけひどい扱いを受けたかが強調されています。具体的には日本が土地を収奪し、朝鮮の人々に過酷な労働を強いたこと、さらには朝鮮語や文化の抑圧政策を行ったことが教育内容として繰り返し教えられました。特に創氏改名政策や日本語強制教育など、日本が朝鮮の文化とアイデンティティを破壊しようとしたという内容が重要視されたのです。このような記述は朝鮮民族の誇りを守るために日本と戦った独立運動の英雄たちを称える形で教えられ、反日感情を強化するものとなっていました。さらに教科書では1910年に締結された日韓併合条約が朝鮮の主権を不法に奪った不正な条約として描かれています。条約締結の際に日本が武力や脅迫を用いて朝鮮王朝を屈服させたという記述が強調されており、これにより日本は朝鮮独立を侵害し合法性のない支配を行ったと教えられました。この部分では韓国国民が独立を失ったことへの無力感や屈辱感を強く印象づける形で教育が行われ、反日的な感情を形成する基盤となったのです。これにより日韓併合が歴史的に誤った行為であり、取り消されるべきだとの認識が強調されました。さらに反日教育では慰安婦問題や徴用工問題も大きく取り上げられています。特に慰安婦問題に関しては、日本軍が戦時中に朝鮮半島の女性を強制的に連行し奴隷として扱ったという説明がなされました。この問題は女性の人権侵害として強調され、反日教育の一環として重要なテーマになっています。また徴用工問題においては、戦時中に多くの朝鮮人が日本の軍需工場や炭鉱などで強制労働をさせられたとされ、その労働環境の過酷さが教育の中で強調されました。これにより戦時中の日本の行為が韓国国民に対してどれほど大きな被害を与えたかが教えられ、反日感情の強化につながったのです。日韓問題にまさかのアメリカ関与。慰安婦問題に関してはアメリカをも巻き込んでいます。アメリカにおける慰安婦像の設置の動きは2010年代に入って活発化しました。きっかけは慰安婦問題の記憶を風化させないために韓国系アメリカ人コミュニティが中心となり、アメリカ国内に記念碑を設置する運動が始まったことです。彼らは戦時中の女性たちの苦しみを広く伝え、また日本政府に対してさらなる謝罪や賠償を求める圧力をかける手段として慰安婦像の設置を推進しました。この運動はアメリカの自由や人権意識と共鳴し、慰安婦像の設置が現実のものとなっていったのです。最初にアメリカで慰安婦像が設置されたのは2013年7月30日カリフォルニア州グレンデール市の公園でした。ここに設置された慰安婦像はソウル市内にある韓国の慰安婦像と同じデザインで、椅子に座る少女の姿を表現しているようです。彼女の隣に空いた椅子があり、これは失われた女性たちの存在や彼女たちが望んでいた平穏な生活を意味しています。また像のそばには慰安婦の苦しみを説明する銘板が設置され、日本軍による奴隷問題が強調されていたのです。この像は韓国系アメリカ人団体や市民団体がグレンデール市に提案し、議会での審議を経て設置されました。設置当初、日本政府はこの動きに対して強く反発し撤去を求めましたが、市議会や支持団体はこの要求を拒否。これがきっかけとなり、アメリカの他の都市でも同様の動きが広がることになったのです。
その後、2017年にジョージア州のブルックヘブン市は韓国系団体から寄贈を受けた慰安婦像の設置を行いました。アメリカでの公有地への像設置はこれで2例目となります。またアメリカ国内では慰安婦問題を人権問題として広く認識させるための運動が続けられ、慰安婦の記念碑や像の設置は徐々に増加していったのです。さらにサンフランシスコ市にも慰安婦像が設置されました。この像の設置はサンフランシスコ市と姉妹都市である大阪市との間に深刻な亀裂を生むことに。大阪市はサンフランシスコ市が像の設置を決定したことに対して強く反発し、姉妹都市関係の解消を通告するほどの事態となりました。これにより慰安婦問題が国際関係にも大きな影響を与える問題であることが改めて浮き彫りとなったのです。アメリカ国内での慰安婦像設置には韓国系アメリカ人や中国系アメリカ人などのアジア系市民団体が中心となって推進していますが、その背景には韓国政府や一部の政治家の支持も存在します。特に慰安婦問題を世界的に広めることは韓国国内での政治的支持を得るための重要な手段ともなっており、こうした動きは日本と韓国の外交関係をさらに複雑化させる要因となっていることでしょう。番組1の見どころ、ひろゆき氏の華麗なる論破。このように様々な歴史的政治的問題を抱える日韓関係、番組内で司会者がひろゆき氏にどうすれば日韓関係が健全化するのかと意見を求めると、その考え方自体を一刀両断したのです。日本に対する韓国の政治的認識は今後変わることはないんじゃないですかね。日本と韓国は別に政治的な友好関係を築く必要はないと思うんですよ。経済的なつながりがあれば別に良くないですか。この発言を聞いた韓国出身のキム・キョンジュ教授は鬼のような形相で猛反論します。日韓の政治的な友好関係を無視するという考えは政治外交自体を無視すると言っているのと同じですよね。自身の発言をしっかり理解していますか。キム教授は政治外交を通して日韓関係を改善することが望ましいと言いたいようでした。これに対しひろゆき氏はいつもの調子で論破してみせたのです。ヨーロッパでは隣国同士が政治的に対立していても経済面では協力し合っていることが珍しくないことを知ってますよね。たとえ外交が冷え込んでいても政治と経済を切り離してメリハリのある考え方ができればビジネスや貿易は普通に続けられるんです。でもこれまでの歴史を見れば政治外交すら無視しているのは韓国の方ですよね。日本に譲歩しろっていう前に自国の言動を見直せば普通気づくと思うんですけど、その辺考えようとしないんですかね。煽るような笑みを浮かべながらそう言いました。ひろゆき氏が言うようにヨーロッパでは国同士の歴史的な独立や政治的な緊張が存在しても経済面では協力し合うケースが多く見られます。代表的な例がドイツとフランスの関係。過去の戦争や意見の相違が続いていましたが、両国はヨーロッパ連合の経済協力を通じて強いパートナーシップを築いています。政治的な意見対立があっても経済的利益を優先し、双方がウィンウィンの関係を維持しているのです。またロシアとヨーロッパ連合諸国の関係も興味深いものがあります。ロシアはヨーロッパにとって重要なエネルギー供給国であり、特に天然ガスの取引が不可欠です。しかし政治的にはロシアとヨーロッパ連合の間には制裁や外交摩擦が続いているにもかかわらず、経済活動が冷え込むことはなく取引が維持されているのが特徴的ですよね。これは政治的な対立と経済的利益を切り離して考えるヨーロッパのアプローチを表しています。たとえ日本が謝罪や譲歩する姿を見せても日韓関係が良好になるとは思えません。これまで日本が行ってきた数々の謝罪や賠償に対しても誠意を持った受け取り方をしてこなかった韓国、そのような国を相手に下手に出るのはむしろ逆効果だとひろゆき氏は主張しているのです。ひろゆき氏の煽りに対しキム教授は返す言葉もなく悔しそうな表情で視線をそらしていました。このひろゆき氏の発言にはスタジオ中が納得し、番組が放送されるとたちまち話題となったのでした。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本は何度も謝罪と賠償をしているのに韓国はしつこくないか。アメリカも慰安婦像の設置をするなんて何を考えているんだ。大阪が姉妹都市関係の解消を通告したことは正しい判断だったと思うよ。菅元総理も丁寧な無視を続けていくと言っていたわね。世界的に見てもそれが正解だと思うわ。
日本の判断はいつも的確なのよ。日本がいくら誠実な対応をしても恩をあだで返してくる韓国にはこれ以上関わらない方がいいんじゃないかしら。日本は韓国と断交してもやっていける国よ。日本だって中途半端に妥協するから日韓関係が曖昧なままになるんじゃない？ダメなものはダメとはっきり言えばいいのよ。ひろゆき氏のような発信力のある人物が正しいことをどんどん発信してくれれば、このような問題もいい方向に向かっていくんじゃないの？番組を見ていたけど素晴らしい論破だったわね。日本人って頭の良い人が多いんだと改めて思ったわ。いかがでしたか？今回も華麗に論破する姿を見せたひろゆき氏。日韓問題については世界的に見ても不満点が多く、論破したシーンはすっきりしたという意見も多いようですね。ひろゆき氏からすれば当たり前のことを言っただけだと思うかもしれません。しかしその明確な根拠や歴史的事実に基づいた物言いは、聞いている人々にとっても理解を深めるいい意見となっていることでしょう。今後も様々な国際問題を論破し続け、日本の意見として世界に広めてくれることを期待したいですね。